はい、どうも。どうも。風呂入ってないとどうして顔出せるんだろう。風呂入ってないとひどい方です。風呂に入ってない姿がひどいからです。あ、匿名の方ごとガラガラです。やったー。 ありがとうございます。 この方なんか昔のアイテムとかたまに投げてくれる方なんですね。ありがとうございます。なんか彦星みたいな高いやつ、流れ星だっけ、なんだっけ、天の川か。あ、バルーンどうも。いやー、きつい。あ、匿名の方、ふわっち観光大使ごっこです。珍しい、珍しいアイテムってことですね。ありがとうございます。昔の課金アイテム。懐かしいね。観光大使とかなんかあったよね。なんだっけ？なんか観光大使のさ、なんだっけ？ありましたね。なんかね。観光大使のやつ。なんだっけ？なんかいろんなところで、なんか、ポスターだかなんだかなれるみたいなやつでしょ。ポスターだっけ、なんだっけな、違うか。バスとかなんかにこう、なんかこう、ラッピングじゃなくて、なんだ、ペイントみたいな、あるやつとかだっけ。うん。ナイス11位のやつに追い上げられてる。ナイス11位。あ、男女別のってこと？うーん、まあでも、まあ200ぐらい差あるけどね、まだ。ああ、すすき花火です。すすき花火。よいしょ。
どうしよっかな。もうどうしよう。なんかないかな、面白いこと。面白いことなんかないかな。ピンポン出し配信速攻バンされるでしょ、そんなの。速攻バンされるでしょ、ピンポン出しとか。もうあれだよね、ピンポンダッシュして、あの、運営にバンされる前に何件のピンポンダッシュできるかみたいな運営のバン、絶対バンされるじゃん、間違いなく。運営にバンされる前に何件ピンポンダッシュ回れるかみたいな。100% されるでしょ。ピンポンダッシュとか。迷惑行為でしかないからね。うん、A 版はないんじゃない？一回だけだったら多分ない。あのね、累積版食らってるやつは A 版あり得るけど、うん。え、版に一度もなったことない人だったら、それかもう版って言っても、もうほとんどされない人だったら、多分一回ぐらいだったら A 版まではいかないんじゃない？うん。版はされるだろうけど。ピンポンダッシュ配信超絶炎上配信じゃん、迷惑配信じゃん、バルト ピンポンダッシュ配信とか。でもピンポンダッシュって子供の頃確かに俺もやったよ。なんかもう子供の頃のノリじゃない、ピンポンダッシュは。大人がやるもんじゃないよね。俺も、あの、子供の頃、小学生の頃ね、
同級生と何回かやりましたけど。なんかもう、ピンポンをさ、あれですよ、ピンポンをこうバババって押していくパターンのやつと、ピンポン押してから隠れて、家の中の人が出てくるのを見てどんな反応するかっていうのをなんか楽しむ2パターンのピンポンダッシュがある。もう徹底的にピンポンピンポンピンポンって押して、なんかこう、その人のなんかあれを見ないで、その人が出てくるのを見ないパターンと、ピンポン押してどっか隠れてて、人の反応を見るっていうね。あれ？いない？みたいな。小学生の頃、何回かやったけど。さすがに大人になってピンポンダッシュはやったことないな。まあ、子供だから許されるみたいなのがあるからね。だってさ、小学生ぐらいの子供がさ、ピンポンダッシュとかしてもさ、そこまで本気になって怒るやついないでしょ。それで怒るやつってさ、もう本当になんていうの？もう器が小さいっていうかさ、正直。でもさすがにいい大人がさ、まあ要するにもう、ダメな、いいこと悪いことをこうなんかね、ちゃんと判断できるわけじゃん、二十歳以上のね、大人だったら。さすがに大人がピンポンダッシュだったらキレられるだろうけど。おはようございます。子供のピンポンダッシュぐらいは許してあげないとね、さすがに。別に大したことじゃないんだからさ。大人のピンポンダッシュはダメよ。あ、そうそう、それとあと今のはね、監視カメラがあったりとか、インターホンでなんかね、カメラあったりするからね。まあ、昔だからできたみたいなのもあるかも。確かに今のってカメラ付きのとこも結構ね、増えてきたと思うし。昔はカメラとかなかったもんね。まあ俺もなんかリスナーにピンポン出して何回かされたことあるけど、あれ絶対やってんの大人だからね。いい大人が何やってんだと思ったけどね。本当に。まあ小学生ぐらいの子とかだったらさ、まだまあね、まあまだ可愛いんじゃないぐらいに思うけど。まあそういう年頃だよねぐらいに思うけどさ。ピンポンダッシュとか。机の上片付けな。いや、ほんまやね。うわこれが極楽の山本のサムネじゃない？これ。極楽の山本普通に面白かったよな。なんかね、例の事件でテレビとか全然出れなくなっちゃったけど。
剣付き買って相撲ライダー。相撲ライダー普通に面白かったよね。ね。相撲ライダー普通に面白かったですよね。山本がどんな芸してたか記憶がない。まああれだよね、だから相方の加藤浩次と喧嘩みたいな感じとか、まああと相撲ライダーとか、あそこら辺もめちゃイケの企画だけどさ、あれも面白かったけどね。なんかめちゃイケが枯れたのってさ、本当に山本いなくなったからだと思ってるよ。いや、もちろんそれ以外にも絶対あるけどさ、テレビの規制厳しくなったりとかいろいろあると思うんだけど、山本がいなくなったってのも多分一つの要因だと思う。めちゃイケがなくなっちゃったの。そう、あの新しいメンバーはマジでいらなかった。本当に。あれいらないよね。なんかもうさ、めちゃイケの空気感変わっちゃったもんね。あれ入れたことによって。なんかめちゃイケの今までの空気感がなんか結構ガラッと変わったもん。新メンバー入れたことによって。新しいメンバーってあれさ、ジャルジャルとかさ、タンポポとか、タンポポだっけ、あの女の、あとなんだっけ、なんとかさゆみだか忘れたけど、なんだっけ、あの女優だかなんかわかんないけど、なんだっけ、なんだっけな、名前忘れたけど、なんかあの女の子いるじゃん、道重だっけ、ああそうそう、多分それなんとかさとみ、なんて読むんですね。あ、バルーンどうも。あ、そう、重森さとみか。ガリタ食堂からおかしくなった。ああ。そうかな。あの、なんか、デブエットとかってやつでしょ。なんか、岡村も俺に言われたくないかもしんないけどさ、昔は岡村楽しかったのになんかさ、今ってなんかもうただのなんか、面白くないのに、岡村って昔面白かったのよ。昔面白かったのに、今なんか面白くなくなったのに、なんかこう、自分が面白い人って思ってそうな感じがするのよ。俺だけかな。俺に言われたくないだろうけど、岡村も。昔は本当に面白かったんだけど、で、みんななんかさ、昔面白かったから人気者だったのに、なんか年を取るごとになんかどん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 なんか面白くなくなってきて、なのにまだ自分は面白いって過去に言われてたから、なんか自分は面白い人だって、なんか今も面白い人だって勘違いして、そんな、なんかそんな空気が漂うの、俺なんか俺の中で岡村隆史って、なんとなくね。なんか落ち着いちゃうからね、みんな。なんか落ち着いてもさ、なんか若手の頃ってさ、本当にハングリー精神いっぱいあって、もう少しでもなんか頑張ろうみたいな、売れるために頑張ろうみたいなさ、なんかナイナイがさ、まださはじナイナイがまだあの、まあめちゃイケっていう番組を持った頃とかさ、まだしばらくしてぐらいだったら、なんかそのね、めちゃイケって番組持てて、で、面白い番組作っていかないと、やっとここまで来たんだみたいな、ハングリー精神のところって、すごいなんか面白かったんだけど、なんかもうだんだんなんかさ、多分それが当たり前になってきたんだろうけど、で、そうするとなんかその、なんか、ノリとかもなんか若いノリでもなくなってきてるし、なんかつまんなくなるんだよね。そう、丸くなっちゃうんですよ。で、その丸くなった時に、うまくやっていけるかやっていけないかで、多分芸能界って生きれるか生き残れるかが多分変わるんだよ。
なんか、内々が丸くなった時になんかもう全然面白くなくなっちゃったの。ダウンタウンとかもさ、昔に比べたら多分まだ丸くなってるとは思うんだけど、でもまだダウンタウンって言うてもまだトゲあるし、あとなんだかんだやっぱうまくやっていけてるよね。丸くなってからでも。落ち着いちゃった時にさ、うまくできるかできないかだよな。絶対やっぱ売れちゃうとどうしても落ち着くタイミングってあるじゃないですか。もうお金もいっぱいあるしみたいな。まあ、ここまで知名度もの伸ばせば、まあ、下手なことはしなければ食っていけるな、やっていけるな、みたいな。なんかその落ち着くタイミングって絶対あるじゃん。売れちゃった人はさ。まあ、一発芸とかで売れてる人はちょっと話変わるかもしれないけどさ、一発芸とか飽きられるじゃないですか。一発ギャグみたいなんで売れちゃうと。いや、そうじゃない、一発ギャグで売れてない人、一発ギャグで売れたんじゃない人だったら、多分落ち着くタイミング絶対あるから。はい、皆さん右下ナイスをしてください。もんちゃん今見たら閲覧48なんだけど、こんなに低いの？ こんなに低くてこんなナイスをされてる。嘘だろ。出かけるのでまた来ます。あ、どうも。おい、エセアカツバニャンに次いで、サインやぞ、どうなってんだ、何が、課金イベントってこと？ただ投げる人がいるかいないかだから、投げる人がついただけでしょ。別に不思議ではないんじゃない？ああ、あと誕生日なんじゃない？今見たけど。誕生月？ でもこれぐらいだったら正直さ、ランキング動かせるよ、ある程度。あれだったら。こう30万ポイントぐらいじゃん。29万何ポイントっていう。俺ね、あのね、今回のイベント結構かさ増しされてるよ。今回のイベント結構かさ増しされてる。ポイントが。だってさ、結構10倍とか出るじゃん、これ。5倍、10倍結構出るし。あとなんかその、無料アイテムの10倍も結構出るじゃん。今回のイベント結構かさ増しされてるから、でもこれポイントの割に多分そんなもらってないと思だから30万ポイントだとしても、実際に入ってくる金額が、まあでも、閲覧あるかないかによっても無料アイテムの数変わるけど、多分これどんくらいだろう。下手したらこれ多分10万来てないでしょ。5万から7万ぐらいとかじゃない？下手したら。自分に入ってきてる金額多分5万7万。だから、投げてる方が10万から12、3万4万とか。
だからまあ12、3万くらいとかだったら、1人2人がちょっとなんか投げちゃうと、まあ行っちゃうからね。そう、なんか今回結構かさ増しされてるっぽいっす。俺もなんかさ、自分のそのなんかマンスリーポイントとかも見たけど、あれ？今月結構かさ増しされてね？みたいな。あ、バルーンどうも。で、多分これそこまで入ってきてないと思うよ、これ。ポイントの割に。で、あれ、1位の人いるじゃん、この大山ちゃんって人。この人、3連続マンスリー1位じゃない、今んとこ。今月も取ればさ。今、この人多分300万近くあるじゃん。297万。この人の場合多分無料アイテム自体は多分少ないと思うんですよ。基本課金の率高いと思うから、まあ閲覧低いじゃん。閲覧低くて、こんだけ言ってってことは、無料アイテムのかさ増しはあんまされてない、純粋な課金のポイントなはずなのよ。でも、この課金アイテム自体が結構倍とかも出るから、5倍、10倍結構出るから、実際この人が今手にしてるの、100万はいかないと思うんだよね。いや、違うか。あ、そうか、マンスリーとはまた変わってくんだっけ。マンスリーとイベントポイントは違うか。れ？でもマンスリーとイベント結構リンクして、あ、マンスリーとイベントポイント結構リンクしてない？これ。280万だもんね、こっちイベントの方。マンスリーが290何万とか。ほとんど一緒じゃん。前はね、なんかイベントポイントの方が多くなったんすよ。うわ、あ、え？そういうことか。え、めっちゃかさ増しされてんじゃん、じゃあ。え？あのさ、結構前までは、その、イベントポイントの方がドカって増えたの。マンスリーポイントとかデイリーポイントよりも。だから、イベントポイントが例えば500万あってもマンスリーが200万とかあったんですよ。で、こっちのね、イベントポイントに関しては有料とか投げられて倍とか出てもマンスリーにも確かに倍とかは反映されるんだけど、もともとのその基準値っていうか、が少なかったからそういうね、マンスリーポイントとかよりもイベントポイントの方が多いって現象があるんだけど、これだとマンスリーの方が若干高いぐらいだから、多分これってそのイベントアイテム以外の花火とかの分が多分こっちのマンスリーにちょっと増えてるだけで、多分そのイベントポイントがそのままマンスリーに反映されるように多分、しれっと多分これ仕様変更されてるわ。だからか。だからなんか、俺今月マンスリー、あれ？と思って、マンスリーポイントの割に自分に入ってきてないから、この、いつもより。だからか。だから思ったより少ないかもね、これ入ってきてる金額みんな。今気づいた。お前金の話ばっかだな。おう。多分そういう仕様だと思う、今。次枠行く？ あれじゃあ、思ったより稼いでないの？いや、まあ、ね、そりゃ稼いではいるけど、みんなが思うほど稼いでなかったのかもね。まあ、いつから、今月からかな、わかんないけど、よく見てなかったし、俺あんまイベントとかもあんま意識してなかったし。あ、次は行きます。